運動する気あんのか、その格好。あるだろ、お前よりとは。お前、ルブタ履いてんだぞ。自分見ろ、お前。行くぞ。飛びつく位置違うから。むずい、わからん。そうだ、俺のベッドだ。探してくるわ、ちょっと待ってね。すっごい逃げてんのかよ、ベッド。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない、危ない、危ない。みんなベッド持って危ないから。危ない、危ないよ。危なかったら潰しちゃダメだろ。目開けてもらって。はい。黒にして、金にして、オレンジ拭いて、クリアのコーティングして、みたいな。つけてみてください。駅通るときに、このままこうやってピッてやれば、通れますみたいな。普通に見た目はかっこいいね。そう、見た目結構重視でね、行きましたね。ギャルソンだね。ちょっと待って、かっこよくはないぞ。ちょっと待ってくれ。危ない。催眠が解けた。財布が、こんなにぶっ壊されて、これになったのか。ああ、危ねえ、危ねえ。違う違う違う、財布はあるって。終わった。よし、落ち着いた。やってくれたな、マジで。ルールとしては、例えば泥とかね、うんちとか、そういうのを使ったらまずくなるの当たり前なので。見た目美味しそうじゃねえでしょ。見た目美味しそう。でもうんちって見た目美味しそうじゃん。いや、前提が違ってくるとさ、この動画ブレるじゃん。ブレちゃう。だから、うんこは美味しくなさそうになって、一回。美味しそうな、まどか。うんこはそうじゃなかったら美味しそうだよね。あのことの真理を読み解け。行こうかな。まず哲学とは何でしょう。お前関係ない。腰掛けるだけ。はい、哲学の哲は折れるに口と書くので、意見を貫くばかりではなく、自分の意思なんかも折ったりしながら真羅万象との会話をしていく、それが哲学じゃないかなって思います。なるほど、いい質問だね。最高や。言い切った。俺は質問しない。先生、映画見に行かん？最近やってんのは、兄に愛されすぎて困ってますかね。すごっ、それどういうタイプ？どういう内容？ヒロインと男二人の恋愛映画。それはいいか。誰なんだろうね。何がわかんだよ、おい！なあ！何がわかんなっつってんだよ、お前に。見たことでえくせに。何つった今、つまんねえって言った。つまらんと言って、誰があんなの見るんだろうなとは言った。つまんねえって言いてんのか。いや、僕はいいや。つまんねえってことだな。見てもねえのにつまんねえって言うな。見てから感想言え。まあ、100円ある。やってもない、見てもないのに批判する価値ない。価値でもだよ、おめえはよ。俺がいつも野球に変えたら、なんでこんなつまんねえ番組よく見れるなって言うよな。これじゃ完成です。さあ、ということでついに完成しました。自信のある方は、はーい、はい、じゃあそちらから。え、自信ないんだ。うわ、勝った。バカ、自信があるから手挙げかかったんだわ。もうじゃあ自信ある人って聞くな、お前。最後は太田幸男48歳。彼は非常にこだわりの強い料理人なのに、その人に僕が今まで食べた中で一番美味しい食べ物ですと言って、カップラーメンをあげるというものです。うざいというよりは、お前本当に俺の飯食ってきたんか、お前の舌どうなっとるんやという意味での評判を下げていきたいと思います。こんばんは、虫眼鏡です。はい、虫眼鏡です。完全に信じてます。こんばんは、幸男さん、虫眼鏡です。お前本当だけだろ。よっしゃ。もうそうなってる。帽子取るお前。家の中で帽子かぶんの。帽子取れ。覚醒器触るな。取りません。取りませんじゃないよ。覚醒器で、まあ、俺を覚醒器で俺を言うな。帽子取りません。大きめの声で言うな。覚醒器で正座しろ。覚醒器はいらないんだ。一つもテキスト取れないじゃん。テキストどうしたんだ。テキストあるじゃん。漫画だろこれ。走らないっぱじゃねえか。ボクシングやりたいんだ。ボクシングジム行けよ、お前。疲れ去っとんな、お前。卵なんかすんな、お前。体力落ちるだろ、お前。違うんか、違うん、どうだ、違うのか、そうか。いただきますを言うとき、いただきまーすっていう。やばい。やば。
ダメダメです。これはいい店に行けなくなる。哲也ダメ、ダメだって。おい、これ一回考えさせて、考えさせて。全然いい店に行った時に迷惑をかけてしまうかもしれない。そう、いただきますか。雰囲気を崩しちゃう。いただきますが、雰囲気を壊すってそれ周りの大人の考えが良くないと思う。違う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 。お前がマスター綺麗な夜景の見えるレストランでさ、プロポーズをしてます。その瞬間に向こうの方からいただきます。お前は振られるよ。振られるだろ。振られるだろ。そんなやつと結婚しようとすんな。変な人だない。それはおかしいって言うようじゃない。これが正解だ。それでは実はね、シェフは喜ぶね。うん、ごちそうさまでした。これはもう30年後僕たちは子供がいるかもしれないからやろう。オッケー、よし、ちゃんといただきます。行った方がいい。